おい、あれマサルじゃね？あ、お久しぶりの学校かよ。俺たちの獲物復活。それでは私は隣の高校に行きますので。うん、またね。そうか、こういうことされてたんだっけ。そういえばあの屋敷でも靴なかったな。あの時に比べればこれくらい。なんだあいつ、笑ってやがる。以前はすぐベソかいてたのにな。サイガ、あ、おはよう。超久しぶりじゃん。どうだったの海外旅行。海外旅行？何よ、先生からそう聞いていたけど、サイガは長期旅行で学校休むって。あ、そうだった。うん、楽しかったよ。いいなあ、お金持ちは。今度はゆっくり話聞かせて。何が海外旅行だ。余裕かましてられんのも今のうちだぜ。オリエ、また始まったよ、梶山たちのいじめ。うん、ムカつくことはムカつくけど、サイガも悪いのよ。いつも軟弱でさ、いくら私がクラス委員だからって助けてやる気なんてないわよ。ええ、うまいね。キリッツレイ着席。血管の膨れた頑丈な手を囲炉裏の焚き火にかざしながら、それからそれと愉快な狩りの話をしてくれました。その話の中に今から35、6年前に。何、梶山君。久しぶりに学校に来て何の挨拶もなしかよ。俺たちの使いっぱのくせによ。ごめんね、あの。なめんじゃねえ、あまじのボンボンゲよ。やめなよ梶山君。サイガが何したって言うの。何？オリエ、なんだよ、お前マサルのこと好きなんだろ。違うわよ。だったら引っ込んでろよ、お前もマサル菌の仲間にすんぞ。やめてよ梶山君。上田さんもいいんだよ、僕ならいいんだ。何言ってんのよ、あんたがそうなんだからいじめられるんじゃない。うん、別にいいんだ。何笑ってやがった、バカにしやがって。こいつ違う、今までと違う。最後ごめんね、脅かしたくなかったんでバンダナで隠してたんだ。でもどうせ分かっちゃうのにね。次の時間体育だから、こんなこと言いふらすことじゃないけど。僕が学校を休んでたのは旅行に行ってたわけじゃないんだ。僕すごく怖い目にあって、世の中には人を殺すのを何とも思ってない人たちがいるって知ったんだ。これはその時に負った傷なんだ。だからそれに比べればどんなにいじめられたって何でもないんだ。でもね、何笑ってんだって梶山君聞いたよね。それは僕を助けてくれた人がいて、その人はどんな時でも負けなかった。どんな危険な時だって笑っていた。だからその人みたいになるには僕は笑わなくちゃ、笑ってなくちゃいけないんだ。Eso es todo, mis amores. Suscríbanse para más videos. Adiós.